はじめます。ヒデです。ケイティ、ナイスミュー。はい、オーマイです。はい、フナちゃんです。フナちゃん、フナちゃん、イエーイ。So you study hard in this summer for Japanese language, right? Yeah, I study all the time. All the time? Yeah, it's just very difficult. Anyway, she is Japanese teacher. I know, it's amazing. Japanese teacher's teacher. 日本語を教えるための先生を育成している先生なんですよね。ね、ということは先生の先生ということで、もう超先生。超先生。超先生。ね。ケイティ、ちょっと超先生になんかちょっと日本語を教えてもらう。Yeah, I would like to speak Japanese. You want, right? Yeah, yeah. Sure. じゃあ日本人よりも上に行ける。あ、日本語。日本語。Yeah, she can teach you so much better usual Japanese. That's what I need. Yeah. Yeah, yeah, yeah. At the minute I learn from a textbook and then I listen to people and I'm like, I understand nothing. いつもテキストブックで、ね、勉強してるけど何にも理解できへんって言ってるからぜひ何かありますか。はい、あの普通の日本人に聞くと、はい、みんな固まる問題があるんです、うん、まあ、それをちょっとご紹介させていただきます。はい、ぜひお願いします。日本語の動詞には3つの種類があります、はい、動詞動詞、はい、はい、1つ目は不規則動詞、するとくるするとくる、くる、はい、あと2つあるんですけれども、はい、1つ目は1グループ1グループ、はい、はい、1グループ同士、1グループ同士、初めて聞いた日本人やのに、はい、これ例えば遊ばない、あ、否定、会わない、はい、書かない、はい、しない、会わないって変わっていく、会わない、会わない同士、会わない同士、はい、2番目は2グループ、はい、はい、動詞2グループ、はい、きない、きない、あ、これもないじゃないですか、否定、きない、はい、きない、見ない、見ない、じゃあ次どうぞ、しない、しないは、しない、1グループ、不規則、あ、不規則、ほんまや、ほんまや、ほんまや、分からん、かけない、かけ、あ、メガネをかけない、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 そうですか、うん、大丈夫です、かける、かけない、分かんない、分かんない、でもあの自分であの外国語として日本語を勉強した人しか出てきません、うん、ああ、ネイティブジャパニーズは分からない、分からない、はい、皆さん、あのほとんどの方がサイサイ、 It's the same as when I do language exchange sometimes I ask the question I'm like why is this like this、うん、and everyone, every Japanese person is just likelanguage exchange って言語交換でいろいろこう日本人の人とやってるんですけど、いつも質問すると、うん、日本人の人いつも黙るって答えれへんって、yeah. I have a question、はい、What was the hardest thing that you found to learn in Japanese? Hardest ですね、hardest. 難しい、一番難しい、やっぱり言葉で表してないことですね、つまらないものですか、あー、つまる、めっちゃつまるのに、 The boring things、 あと、何もありませんが、あー、めっちゃあるのに、お茶出てきてんのに何もありませんがみたいな、 But I have to eat something それはでも、どうして文化的背景がね、そうです、日本語はね、どうしようって、うんうんうん、なることがあるんじゃないでしょうか、うん、それは外国人もまあ分かれへんね、これはもう覚えるしかない、日本人だって分かれへんね、知らへんというか、京都行ってね、お茶漬け食べて帰りみたいなやつでしょ、早く帰るみたいな、知らんみたいな、そう、なんかピアノお上手ですね、うん、いや、うるさいって言うね、京都は特にそういうの多いですね、 It's hardest, I think The hardest thing that I found is askingSomebody in a negative.、Mm. Like in English, we would say, No. Do you want to go to dinner?、Mm. Do you want to go for dinner?、Mm. In Japanese, I have to say, Won't you go for dinner?、Mm. I find it really difficult to be like, Won't you do this? Ah, したい、飲みしたくないみたいなのが、言ったらこう、日本人って返事が曖昧ですよね。Mm. イエスかノーをはっきり言わない民族というか、yeah.
晩ご飯行こうよって言うときは、うーんみたいな、どっち？どっちっていうね、そういうのが読み取るの難しいっていう、まさにせやね。All of my Japanese friends say like I'm way too direct because I just ask. もうはっきり言うてみたいな、ダイレクトにもはっきり言うてみたいな、どっちだみたいな。でも大阪人だからね、行けたら行くっていうのは絶対行かないですからね。行けたら行くわっていうのは断ってますからね。告知しましょうか。はい、お願いします。はい、日本語教師養成講座、10月生の募集をしております。9月の20日までに手続きをしていただきますと、入学金2万1600円が無料になります。すごいですね、無料。はい、無料になります、うん、ぜひお早めにガイダンス皆様に日本語教師養成講座の内容をお伝えさせていただきまして、納得していただいた方順次入っていただくことができますので、はい、どうぞお待ちしております。よろしくお願いします。これ10月に入ったら最短で半年で終了できる。はい、最短で半年で終了することも可能です。うん、大体どれぐらいで皆さん9ヶ月から1年もしくは1年3ヶ月ゆっくり受講されてます。お仕事をされながらの方、または学生の方などいろいろな方がいらっしゃいまして、皆さん自分のスケジュールに合った取り方で調整しながら通っていらっしゃる方がたくさんいらっしゃいます。試験があるわけじゃないんですよね。試験も1年に1度受けることができます。こちらの420時間コースの中では科目試験がありますが、一般にこの日本語教師養成講座とは別に、日本語教育能力検定試験というのがありますので、それを目指していただく方もこちらの420時間コースで対応しておりますので、はい、なんかいろんな取り方があるっていう形なので、まあ、いろいろ相談してくださいという感じなんですね。わかりました。これね、今大人気な資格ですもんね。そうです ね、 ね、はい、わかりました。ありがとうございます。はい、いやー、日本語って難しいですね。本当に、ぜひ日本語習いましょう。はい、はい、どうも、またね。バイバイ。